太平洋協会は1938年5月に設立され1945年8月に解散した日本の国策調査研究機関。南洋の資源情報を求める海軍の協力のもと、鶴見裕介を中心に設立された。主要メンバーとして平野義太郎、清野健治、上田達之助、泉修行らがいた。1938年5月。 太平洋国策の樹立を標榜して設立され、副会長を松岡洋介、理事を鶴見雄介とし、鶴見が事実上協会の運営を取り仕切った。設立には海軍が大きく関与しており、これに鶴見ら日本一部は以来の地米八式人が加わった。同時期の国策調査機関は、同じ年に設立された東亜研究所に代表されるようにアジア内市、 ユーラシアの総合的地域研究を進めるものが大半であったが、太平洋協会は、今日で言う環太平洋地域、すなわち南北アメリカ大陸地域を調査対象に含めている点に大きな特徴がある。太平洋戦争期には、関義彦を班長にボルネオ守備軍の下で北ボルネオでの占領地調査を担当した。書院には、講座派社会科学者で、 第二次世界大戦後に中国研究所を設立する左派の平野義太郎、河井英二郎の弟子で戦後社会思想研究会を結成し民社党ブレインとなる関義彦、あるいは思想の科学研究会を結成することになる人々など多彩な人材が集まっていた。また民族研究所、台北帝国大学民の方人文研究所、西北研究所などと並んで戦時期における 人類学者の活動の場を提供した。1943年には、教会内に、アメリカ研究室が作られ、丸の内の三菱ビル街に一室を設け、鶴見和子、坂西志保、鶴重と、安倍構造らを主軸に、細入り藤太郎、清水育太郎、福田恒也りらが加わり、戦時米国の実装調査が行われた。1945年8月の敗戦に伴い、 解散、会の資産は、中心メンバーであった、平野らの中国研究所グループと関わらの社会思想研究会グループに分割、継承された。機関し、太平洋は1938年12月に、創刊され、1945年6月発行の発刊6号まで、刊行を継続した。なお、廃線により編集部はなくなったが、資金と印刷。 流通の手立てがあったことから、太平洋協会出版部内に、先駆者という編集室だけの出版社が作られ、そこから鶴見俊介編集の思想の科学が発刊されるようになった。ありがとうございます。